理想の結婚生活でもなんか今が本当に楽しいので<う>今だけだよっていうねみんなさん言うよね、はい、みんな言うんですよどうやら本んみたいからね <laughs> <laughs> やるすみんな言うもんねそうみんな言うんですよ 鬼の花嫁というものが選ばれまして、うん、この、えー、漫画自体がですね、ストーリーが鬼が理想の花嫁を見つけることからですね、物語がはじかっていくんですけれどもご結婚もされて、はいえー、生活新しくなりましたけれども、はい、理想の新婚生活であったりですとか、はい、そういったエピソードについてお伺いできればなと思います。はいはいはい、理想の結婚生活。 でもなんか今が本当に楽しいので<う>でもねやっぱあの先,あの先輩方というか結婚して、はい、何十年経った方たちからすると今だけだよっていうねみんな言うんですよでもそうにはなりたくないのであれは俺も照れかなと思ってないけど。<laughs> はい どうやらみたいかなやだ言言ううもん、ね、そうみんな言うんねみなですよ<ー>でも確かにね、まあ、今はあんまり変わってないのでもともと一緒に住んでましたし、あのーね、あんまり変わってないので、まあ、もしね子供とかできた時にもしかしたらぶつかったりとかして喧嘩になったりとかどんどん変わっていくかなとは思うんですけどうんでもやっぱ楽しい本当にに何かイチャイチャ 幸せっていうよりはなんか楽しいケラケラ笑っていられる夫婦にはなりたいなっていうふうにはずっっと思ってますす素,、はい、素晴らしいですよね, <laughs> ねど,どうなるかわかんないですけどね本当にその先輩方のお言葉が刺さる時が来るかもしれないんですけど <laughs>、うん、そうにはなりたくないならないように頑張,ろう頑張りたいなと思います。